さん、こんにちは。なぎさです。今日はですね、ちょっとメイクから離れまして、キッチンやリビング周りでおすすめのアイテムを5選紹介したいと思います。長年愛用しているものだったり、最近買っためちゃめちゃおすすめのものっていうのをご紹介していくと、いこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、まず一つ目のご紹介なんですけど、やっぱり冬、絶対必要なもの、あとは美肌をキープするのにとっても大事なもの、それは加湿器です。加湿器新調しました、こちらです。大日プラスの加湿器です。でこれの決め手は一番やっぱりデザイン、このね、色味がめちゃめちゃ可愛くて気に入ったんですよ。モスグレーって色なんですけど、ちょっとだけカーキっぽい緑がかったグレーなんですね。で、この決め手となったのはデザインの良さはもちろんそうなんですけど、なかなか1台で例えば20畳以上とか、でこれ最大33畳を加湿できるんですね。で、このコンパクトさでその大きい1台で賄えるっていうのが本当になかなかなくて、それも決め手になりました。で、加湿器の加湿方式って気になると思うんですけど、スチーム式っていうのがこう蒸気で出るタイプですね。あれだとすごくやっぱり加湿は素晴らしいんですけど、どうしても電気代が高くなってしまうんですね。で、この大日プラスの加湿器はハイブリッド式です。で、気化式と温風気化式のハイブリッド形式で、例えばこの60度に加湿したいっていうので、60% に加湿したいっていう時にその設定ができるんですけど、最初は温風気化式、ヒーターがオンになった状態で、湿度が上がってくるとヒーターがオフになるので、とっても省エネで電気代が少なくて済むっていうのもすごくいいところ、これも決め手になりました。あと加湿器って水入れるのめっちゃ大変じゃないですか。でもこれ7リットルも入るので1回入れると1日持ちます。だからそんなに頻繁に水入れに行かなくてもいいのと、こういう感じで簡単にね、取っ手がついてて、ここから蓋が大きく入れれるので、ここから入れるんですけど、とっても楽ちんです。こんな感じで、モードもいろいろあるので、標準モード以外にエコモードと、あと静かな音の設定もできるので、寝てる時うるさいなっていう時はその静かな音のモードで設定できたり、あと喉鼻モードっていうのがあるので、ちょっと喉がイガイガしてるなとか、お肌が乾燥してるなっていう時にはそのモードを使ったりします。で、これは余談なんですけど、お肌に優しい、とってもいい湿度は私の中では 60% だから、ここをキープできるように常にお部屋の中に湿度計を置いてチェックしてます。というわけで、私のこの冬おすすめの加湿器はこの大日プラスの加湿器でした。よかったら皆さんもチェックしてみてください。次にご紹介するのはキッチンで私にとって欠かせないアイテムです。持ってきますね。じゃーん、ブレンダーですね。これは朝、私結構便秘気味なんですよ、普段で。それをきっかけにグリーンスムージー飲むようになりました。で、やっぱり結構な存在感ありません、キッチンにブレンダーって。なのでやっぱりビジュアルが可愛いのがいいなと思って、このワーニングっていうアメリカの老舗のブランドなんですけど、それをコンランショップで買いました。これね、ずっと使ってて、まあ、とにかくお気に入りなのはこの見た目ですね。で、ここがガラスになってるので、例えばスープの攪拌に使ったりとか、すごい熱々だとちょっと難しいんですけど、ちょっと冷ましてこれで攪拌したりとか、あとは最近クッキーを作るんですけど、オートミールを粉砕するのにも使ってます。で、ここにボタンがあって、
ローとハイっていう風に2段階に切り替えできるのと、あとこれがこのまま食洗機にも洗えるんですね。でこういう感じで取り外しもできるからお手入れもすごく楽ちん。でこれで美味しいグリーンスムージーを作って飲んでます。だいたいね、私 の、 あのグリーンスムージーの定番はまずバナナは絶対入れます。これね、すごいお通じが良くなる。あとリンゴで、冬場は生姜を入れると体を温めてくれるので生姜も入れます。でその時の旬の葉物、まあ、ほうれん草だったり小松菜だったり、今日はねケールを入れました。とっても美味しそうなケールが売ってたので。で甘みをちょっとプラスしたい時は蜂蜜で、だいたいお水でもいいんですけど、最近は豆乳が好きでちょっとクリーミーになるので、プロバメルの豆乳を入れてっていうのが最近のお気に入りのグリーンスムージーのメニューです。はい、というわけでブレンダーの紹介だったんですけど、ちょっとね値段が張るんですよ。でもやっぱり存在感があるものなので、キッチンに置いといても美しいものがいいなと思ってこれを購入しました。やっぱりジュースとか飲むのね、体にもいいので、よかったら皆様のお買い物の参考にしてもらえると嬉しいです。私はこれ買って本当に良かったです。続いて3つ目にご紹介するのは、最近皆さんおうち時間が増えたと思うんですけど、あとリモートワークをしたりとか、私もおうち時間が増えてそれに欠かせないアイテムをご紹介したいと思います。こちら、ご存知の方多いと思うんですけど、イエティのマグカップです。これが蓋がこういう風についていて、とにかく保温性が高いんですよ。でお茶ってすぐ冷めません、普通のマグカップだと。でこれに入れておくと、もちろんこのままでも使えるんですけど、このね蓋を閉めることによってさらに保温性が高まり、本当はこれねキャンプ用に買ったんですけど、めちゃめちゃ家で使ってます。冷めない温かいお茶が常に飲めるっていうのがすごく素晴らしいってことを発見しました。でまず朝起きたら何をするかというと、すごく体が冷えてるので腸を温めるために白湯を作って、これに入れてまず白湯を飲みます。あとはお昼ご飯食べた後にコーヒーが飲みたくなるので、またこれにコーヒーを入れてコーヒーを飲む。あとやっぱこうデスクワークとかパソコンの仕事がある時にこうやって常に横に置いといて温かいお茶が飲めるっていうのですごく重宝してます。多分一番これ使ってます、お家の中で、うん、これからね冬が始まってどんどん寒くなっていくと思うので、常に温かい飲み物が飲めるこのイエティのマグカップは本当におすすめです。続いて4つ目のご紹介は、やっぱりこれもおうち時間の快適さを求めるべく、最近ねすごい植物が増えたんですけど、これです。皆さんご存知ですか？これアートストーンって言うんですけど、これ見た目はこのマットな仕上がりで、本物のセラミックの鉢植えっぽいんですけど、めちゃめちゃ軽いんですよ。でこういう感じで、これガジュマルです。このアートストーンなんですけど、次世代コンテナって言われていて、ここにね線がついてるんですよ。でこれ線を閉じた状態だと、例えばこの上から鉢を入れて鉢植えカバーとしても使えるし、このようにじゃあ線を外した状態で排水システム、ここから水が出るような仕様としても使えます。でこれの素晴らしいところが、ここに貯水スペースがあるんですね。なんで長期出張でいない時とか、あとは毎日水やるのが私はちょっと性格的にズボラなんで無理ですっていう人は、ここに貯水スペースがあるんで、ここにお水が溜まってそれを植物自ら吸い上げてくれるっていうシステムなんですよ。だからズボラさんにもおすすめです。こんな感じで
これのあとまたいいところはとっても軽いので、うちに大きな鉢植えもあるんですけど、それを多分陶器のやつだとめちゃめちゃ大変なんですね、動かすのが。でもこれだとすごく軽くて持ち運びにめちゃめちゃ楽っていうところもすごくおすすめのポイントです。こんな感じでね、いっぱいうちは最近は植物が豊富で毎朝癒されてます。最後のご紹介は皆さんから問い合わせの多かったゴミ箱です。こちらじゃーん、こちらブラマンシアのゴミ箱です。これがワンタッチで開いて、30リットルがこう2つに分かれてるのを買ったんですけど、こうやってね、まず閉じ外しが簡単にできるんですよ。でこうやって中身だけ取り外しできるので、ここでゴミ袋を外したりとか、じゃこれがちょっと汚れたら例えばお風呂場に行って洗うこともできるし、あとね、なんといってもこのコンクリートグレーの色が気に入りました。多分新色。あとここがこうやってワンタッチで開くんですけど、指紋がつきにくい仕様になってます、マットな。あとね、結構ね大きいんですけど、こういう感じで簡単に持ち運びができるので、それも便利なポイントです。これちょっとね高価だったんですけど、ゴミ箱って多分そんなに買い替えないじゃないですか。だからやっぱりスタイリッシュでインテリアとしても見た目が可愛いものを選びました。はい、というわけで私のリビングキッチン周りで買ってよかったもの5選をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。これからね、美肌のためには加湿器絶対マストです。あとは腸活のためにグリーンスムージーや白湯を飲んで心も体も温まるのはいかがでしょうか。またこれ良かったなとか、私加湿器だったらこれおすすめなどコメントがありましたら、ぜひメッセージもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。